はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍している方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、もともと農水省出身でいろんなことをされてらっしゃった、はい、今もされてらっしゃる田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、福田香織です。皆さんこんにちは。私はですね、14年前に農水省に入って、その後アメリカにあるコロンビア大学に留学したり、タイとかインドとかバングラディッシュとかマラウィでですね、インターンとかなんかいろんなことをしたりしてですね、今は農水省を辞めて国会議員の政策秘書をやりながら NPO 法人を作ろうみたいなことをやっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと今日この動画でお聞きしたいなと思ってるのは、そもそも福田さんが海外とかに興味を持った時期があって、いつ頃だったのかなっていうところをお聞きしたいんですけど。一番大きかったのは中学校1年生の夏でしたね。私あの英語のスクールとかに行ってなかったので、中1の4月からアルファベットを習って、普通にアルファベットは知ってましたけど、はい、I like a pen みたいな世界からやって4ヶ月勉強して、アメリカにホームステイに。早くない？4ヶ月そうなんです。1ヶ月ホームステイに行ったら、あれ話せるみたいな。ああ、そうなんですね。そうなんです。なんで中学校1年生の4ヶ月の横でなんか分かるってなったのが嬉しくなっちゃって、そっから英語も好きになって、海外にまた行きたいとか興味はどんどん膨らんでいきます。なるほど。じゃあ一番最初にホームステイしたのがきっかけだったんですね。そうですね。実際何が一番良かったですか？見たことのないものがいっぱいあって、はい、郵便受けとか、はいはいはい、そういうものから全て見たことないみたいな。かわいいですけど。テレビのチャンネルは何個あるんだろうとか、うん、新聞はどうやって配られてるんだろうみたいなとか、はい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 、行ったのがですね、ちょうど五大湖の北のカナダに近いところで、はい、オーロラも見えるような、はいところ。え、アメリカで？はい、そうなんですよ。毎日見えるわけじゃなくて、はいはいはい、私は1回しか見たことないんですけど。すごい。そうなんですね。そこに行って喋れないと思っていた全然見た目も違う人と喋ってるっていう、それが一番面白かったです。なるほどですね。じゃあそれでアメリカから帰ってきました。はい、そこからは結構国際的な方面に行くって感じなんですか？そうですね。そこからは英語が一番好きで、うん、社会とかは覚えなきゃいけないし理科は苦手だったんですけど、はいはいはい、英語はできるようになるとあんな風にいろんな人とお話できるんだっていうので、うん、未来が見えたんで、うん、勉強してました。あ、そうなんですね。じゃあ大学時代も結構海外とか行かれてたんですか？はい、その後ですね、高校生の時に1年間留学してました。あ、そうなんですね。はい、そこはどちらに行かれてた？それは同じウィスコンシンっていう北のところに、うん、はい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 、その時のホームステイしたお家に1年間行きました。押しかけて、いや押しかけてっていうか受け入れてもらって。あ、でもそこの高校に留学1年してた、はい、そうです。現地の高校に1年間通ってました。それは交換留学みたいな制度があるんですか？交換留学です。そういうのがあるんですね。はい、その1年間過ごしてまた帰ってきて、はい、さらに国際色が豊かになって大学に進むわけですね。はい、そうです。そうです。大学の時は国際的な関わりはあったんですか？初めは大学に入った時はやっぱり世界平和とか、うんうん、それこそ国際協力とかに興味があったので、うんうん、ルールの世界に行きたいと思って法律、うん、法学部を選んだんですけど、はい、その後あんまり国際感はなかったですね。うんうん、あ、そうなんですね。ワシントン大学のロースクールにみんなで研修に行きましょうとか、はい、そういうのはあったりはしたんですけど、うんうん、あ、そうなんだ。もう本当に遊ぶのが楽しくなってしまって、はい、恥ずかしい話ですね。渋谷の街に、はい、初めて行ったりして、はい、それで浮かれたりとか。もっと真面目な話で言うと、はい、日本の国内で起こってるいろんな問題の現場を見に行こうみたいなゼミで入ったりとか、うんうん、環境活動コンテストとかですね、うんうんうん、全国から環境サークルを集めてコンテストを開催したりとか、そんななんかいろいろやってました。へえ、じゃあそういった大学生活を経て、はい、農水省に入るわけですよね。はい、農水省入るきっかけっていうところをちょっと聞いてみたいなと思ってて。はい、そうですね、はい、農水省に入るきっかけは一番初めは高校生の時に 9.11 テロが起きたんですよ。はい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 、でその最中に留学してたんで、すごくみんな自然な流れの中でこれは被害者の人たちのことを思ったりとかこの国のことを思うと戦争をしなきゃいけないっていう話をしていて、びっくりしちゃったんですよ。はいはいはい、ずっと戦争はいけないことだって教えられてきたのに、はい、なんだこれはってなって、そういうのなくなっていったら
いいなと思って、はい、一番初めは戦争をなくそうと思ったんですなるほど。そう、ただ一人でできることは限られているから、うんうん、何をやろうかなと思った時に、みんなの生活の基盤になるようなものをずっと作っていくことに関わって、戦争をやめようってなった時にやめられるように、この生活が続いていくってことで、ね、環境とか食とか、はい、そういうものに興味を持ったのがきっかけでありました。そういうことだったんですね、はいはい、なるほど。実際それで農水省入られるわけじゃないですか、はいはい、農水省入った時って、はい、実際自分がイメージしてた仕事できました、はい、できませんでした。できませんでした。最初何してたんですか。最初はコピーとかから始まってあのホチキスは縦0度で止めたら怒られて、45度、斜め45度にホチキスを止めるんだとか言われたりするのから始まって、ふてくされてしまったんですよ私は。あれ、私は世界を良くしたいとか日本を良くしたいと思って農水省に入ったし、はい、何やってんだろうって言ってふてくされてたら先輩にある日すごい怒られてですね。え、なんて怒られたんですか。その時2年目だったんですけど、うんうん、2年目でもうできることっていうのはいっぱいあるし、うん、この現状が嫌だとか言ってるけども、制度の問題とかを一個ずつどうしたらいいのかっていうのを考えてやるんだと、うん、それはもう2年生とか関係なくってできることなんだから、うんうん、なんで勉強もしないし、うん、動かないんだって言って怒られて、私の仕事は人に言われたことが仕事じゃなかったんだって、うんうん、日本のために働くっていうのは自分で考えて動くことなんだなと開眼しました。そうなんですね。じゃあそこからは自分がやりたいことをだんだん近づいてきましたね。美味しいもの食べてみんなが幸せになってとか、はいはい、農村とかが元気になってとか、そういうお仕事に近いこともどんどんできるようになっていって、うんうんうん、それでもまだやっぱりできてないなって悩んだ時期もあったんですけど、うん、14年間を振り返ると本当にできたなって思った瞬間はその後出てきました、ね、あ、そうなんですね、うん、自分が農水省にいた中で、はい、一番もうやり遂げたなっていうのってあります？あります。タイに行った時ですね、うんうん、タイに駐在していて、で私の仕事っていうのが日本の美味しい果物とかですね、はい、牛肉とか魚とかいろいろ食品とかありますけど、うんうん、それをタイにどんどん売っていくっていうお仕事だったんです。ある日タイの規制が変わっちゃうっていう話になって、うんうん、このまま放っておいたら日本の果物はタイで食べられなくなります、なるほど、いうような状態になるかもしれないと、うんうん、でタイの人すごくですね日本の果物とか喜んで食べてくれて、あ、そうなんですね、嬉しいんですよ本当。桃とかなんかこんなに美味しいものがあるんだとか言って食べてくれて、いちごも人気だったりするんですけど、うんうん、日本の農家さんのものっていう意味でもそうだし、タイでも食べて喜んでくれる人もいればビジネスをしてくださってる人もいて、もし輸出が止まったらみんなのビジネスにも影響が出ちゃうし、喜んで食べてくれてる人たちも食べられなくなっちゃうと、どうしたらいいのかわからないってなっちゃった時に、農水省と方針が合わないとかいろんな問題が出てきたんですけど、そこをですね一人一人口説いて、はいはいはい、それはタイにいる人たちを口説くってことですか。タイにいるタイ人の役人も口説いたんですけど、はいはいはい、日本に帰ってきてですね、はい、20件くらい自分で回っていって、はい、今度タイの規制が変わっちゃうんですけど、はい、こんな風に今売れててこんな風に喜んでくれてるから、うん、みんなで準備して対応してみませんかっていうのを押しかけてってですね、はいはい、そしたらいや確かにこれは問題だから、うん、一緒にやりましょうっていう人がたくさん出てきてくれて、その中には農水省ももちろん入ってたんですけど、みんなでやろうっていう風になって輸出が止まらなかったって、やば、それは本当に嬉しかったです。で初めは誰も一緒にやってくれないと、なんだその話知らないとか、何したらいいのか分かんない、もうタイに輸出するのやめるとかすごい言われたりして、本当泣きながら回ってました20件タイからの出張だったんで1日1件弾丸で行かなきゃいけないんですけど、一緒にやりましょうって言ったら、規制をクリアするの難しいですとか、なかなか大変ですってお話もいただいて、タイの人喜んでくれるし日本のためにもなるからやってるけどみんな動いてくれないって思ってたら、やりたいっていう人が出てきて、でそっから先は結構早かったです。なるほど。大丈夫ですか、やらなくて、他の人はやりますよって一人が変われば変わっていきますからね。なので本当にそうでしたね。それまでって結構大きな役所だったので、うん、みんなに守られてるっていう意識はあって、私のせいでとか私が何かしたからっていうのはなかったんですけど、その交渉をやってる時だけは一回タイの人にやっぱりいいって言ったけどダメですって言われて、うんうん、私のせいでその時20億円弱とか、うん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 、とかの人の商売が飛んじゃうと思って、うん、本当なんかお腹も壊したりとかやばいって言って
はい、でも逆に言うと私とその私と一緒に動いてくれた皆さんがいなかったら今タイにフルーツ輸出できてなかったかもしれないけどやってよかったなと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、この動画では福田さんが大学卒業して農水省のところをお話しいただいたんですけど、はい、次の動画では次どういうアクションを行っていくのかっていうところをまた改めて、はい、お聞きしたいなと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。